こんばんは、ジロンコロンです。戦後日本の安全保障政策を大きく変えようとする法案が衆議院を通過し、参議院に送られました。国民の間に説明は納得できない、議論が尽くされていない、こういう声が渦巻き、野党が猛反発する中での衆議院通過は基本政策の転換にふさわしい姿とは言えません。今夜は多くの国民が求める